こんにちは、こんばんは。ゲーム動画の一行です。サッカークラブ育成シミュレーションカビチョビーター始めていきましょう。今回は公式戦2戦ですね。まずエルドワード欧州国強豪です。それとホルティール浜松成績、エルドワード欧州全然ダメですね。6勝7敗の9位。ホルティハーツが6勝6敗の7位で2位ですからね、我がチームは。まあ、勝って当然と言いたいとこだけど、そうはいかないんでしょうね。ということで、支持率を上げていかなきゃいけないんですからね。周囲を目指すだけじゃなくて、しっかり取りに行きましょう。お、いいですね。くるみ、やりました。いきなりの先取点。危ない。ちょっと注意必要ですよ。あ、うまい。これはうまい。幸子。あ、右にわずかに添えてしまった。2点目を取れるかと一瞬思ったんですけどね。うまい、幸子。さあ、逆サイドを見よう。だが、これは取られてしまう。あ、ちょっと翻弄されてるな。ミドいないっす。ん？おっと、一気に縦パスを取った。出ましたね。あ、これチャンスですよ。コーナーキック。止めて、ダメだ、塩山に、押されてしまって、逆に、いいですね。おっと、最後直接シュートを打とうとして、さすがにそれ厳しいですね。あと逆に、ニャンコピンチ、夏木キャッチ、直接キャッチ、危なかった。なるべくいいとこにいて、いいポジションにいて、シュートを打つようにボールを持っていかなければいけません。前半終了です。ミオが疲れてますね。どこかな。あ、危ない。あーっと、同点追いつかれてしまった。一瞬の隙をつかれちゃったな。なんかちょっと、なんだ。ポジションが前すぎなんじゃないの、これ。
音の高さがちょっと変化するかもしれない。ちょっと不利になっちゃいます。おっと。危ない。あっと、リードされた。どうしたんだ？逃げられてしまいます。おっと、パス、うまい、緑、同点。サッカーまた逆襲したいところ。相手も選手交代しております。落ち着いて、あーダメか。早川ちょっと大丈夫か、怪我。いかに相手のボールとかシュートコースを消すかですよね。こちらボールをスローインになりました。チャンスです。ダメだ。速攻を抑えるとちょっとやばい。一定の勝負になってますからね。あ、冷静だ、芝。時間がほとんど残っておりません。試合終了、2対2の引き分けです。そして前半9分、幸先がいい、今回はいけると思ってました。これ一回し登れ、前行ってもよかったかもな、最後。危なかった、これは。そして後半5分。出すとこ、ミヤンコに決められてしまいます。さらに、その宮田に、ヘディングで、完全に視点が向こう側行っちゃってましたね。だからすぐに緑がしっかり。さすがです、緑。まあでも組織力でサッカーやれてない感じはあるんですよね。緑とかくるみの個人力に頼ってる面は否定できない。3位に落ちてしまいました。あ、シーツ逆に上がった、謎です。さあ、ホルティーヌ浜松ってどんなチームでしょうか。
疲れが結構溜まってます。でも強いチームです。モラーとか、油断せず行きましょう。続きこの構成のまま行きましょう。今度は勝率高いですね。まあ、3位ってこともありますが、今回は勝ちたい。エルダード王子はやっぱり、順位が9位でも、ずっと強いチームでしたからね。そこ力やっぱり無視できないとこあったよね。トイティーハーツは安定したチームではあるんですけどね。一歩身を取る。ただ、今の選手層を見てたら、油断はできないですね。しっかり繋げていきたい。お決まりました。こちらも幸先がいい。プレイでなんか勝ってる感じがするんですよね。まあ、とはいえ、相手、ディフェンダーもたくさんいるのは仕方ないですしね。ただ、やっぱり、ちゃんとゾーンで守ってる。ゾーンでサッカーやってる、攻めてるっていう感じはありますからね。なので、こういうとこでも、ボールカバーできるんだろうなっていう。ファールです。さあ、チャンスですね。ナーコ、シュート。今度はコーナーキックのチャンスを見ました。残念。ひどい。ちょっと強引だ。これだけいますからね。これだけいたら簡単に突破されることはないでしょうっていう感じです。逆に、同点に追いつかれた。キュークは本丸に決められてし、本丸か、本丸強い選手なんだな。あーっと、本丸に取られてしまった。危なかった。お、反対側に。なあと。お、あと、ちょっと流れた。指越えてゴール。これはちょっと外れてしまってクリアを許してしまう。前半終了です。危なかったですね。最後は大丈夫。お、決まりました。組織力となんか技のサッカー。個人の技サッカーっていう違いがありそうだよな。
不意を使いを目当てる。おー、緑ナイス、2点差になりました。ちょっと疲れが目立っていく。クラリス。緑。見事でした。どうするかですね。サツキに変えるか。丸マークしたいのな。超えます。ファールです。おっと、ここで相手のエンリケにイエローカードがつきました。センタリング、これですよね。緑。だがオフサイド。強く言いますよね。うん、いいですよ、さつき。さすがにスクライスに相手を苦し紛れですね。さあ上がっていく。これはちょっと首に疲れがあるんであまり切れない。アシャータイム1分、まもなく試合が終わります。試合終了、3対1で勝ちました。先制を取りました。先よりスタートと思っていたんですが、ここを決めきれません。逆に相手31分、そうですよね。本丸やっぱいいストライカーだ。本丸はパスもでも見事でしたね。そして危ないシーン、取られてしまうんです。だが、中途半端に助かりました。ここも危なかった。そして決勝点がこのレシア。このケース、緑。ミオのクロスも見事だったよね。ちょっと守備陣対応できませんね。さらにクリーからクライス。今度は縦パス緑。うまいです、緑。止まる目前でしたが守備が多かった。ちょっとこれは厳しいですね。クミが、センタリング上げた時に届いてたらよかったんですが、そうはならなかったですね。サインのままです。スクワダガマから7点も差
あ、開きました。すべて2は確保しましょう。今年は無理でもね。来年もサッカーあります。9勝3敗なんだ。で、7引き分けですからね。もう2桁勝利をしてないからな。スパだから12勝だから。スパサーつくでしょうっていうところですね。試合数あと、3試合。あと3試合ですね。で、今回からジャパンカップ始まるので、次からこのジャパンカップ、いろいろお返しシーンはそんなに強くないんで、堅い突破してもらいましょう。そして浅草サンダーボルトと公式戦もあります。ぜひこの辺は突破していきましょう。以上です。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄のプレイリストとよくツイッターもあります。ツイッターのフォローぜひお願いします。チャンネル登録、プレイリストも見ていただければ幸いです。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でイッコーでした。